はい、こんにちは。メルエッグの白雪です。ご訪問ありがとうございます。今日はクリスマスの手作りキットの説明をします。最後までご視聴よろしくお願いいたします。今回の手作りキットは、夢見る大人のイメージで、ちょっとこう淡い感じで、ホワイトクリスマスをイメージしてみました。そして今材料キットが出ていますけれども、みんなのお店の方で材料を全部揃えて販売しておりますので、どうかよろしくお願いいたします。エッグもカットして着色して下準備までしてありますので、すぐ、取り掛かれてとても便利だと思います。そして着色は私今、アクリル絵の具を使っていましたけれども、ぼかし加減は水彩絵の具を使った方が綺麗にできるかなとちょっと後で思いました。そして今これは、つららのところを、作っているところですね。ボンドをたっぷりめにつけて、こうつららが垂れてるようなイメージでボンドをつけていきます。そして今ファッションビーズを上からかけていますね。こんな風に上からファッションビーズをパラパラとかけて、この後ボンドが乾くのを待ちます。木工用ボンドは速乾ボンドを使った方がいいと思います。はい、このようにできました。そして次はワイヤリングをしていきます。ここちょっと難しいのでリアルタイムでお届けしています。まず葉っぱの間にワイヤーを通して半分に折ります。わかるでしょうか、全部白なので。そして片方のワイヤーを葉っぱの茎の部分にくるくるくるとこんな風に巻きつけていきます。そして足の部分をこんな風に一本になるようにねじっていきます。はい、出来上がりました。もう一回いきます。葉っぱの間にワイヤーを通して半分に折ります。そして片手で押さえて茎の部分にくるくるくるとワイヤーを絡めていって、足の部分も一本になるようにねじります。アレンジするときに二股になっているとちょっと刺しにくいのでこのようにします。今回、フローラテープで巻かないのでこのように処置しておきます。そして、今白く塗っていますけれども、お好きな色を両面に塗ってください。そして、エッグの土台が淡いブルーにしたので、ちょっとこう薄くブルーをかけてぼかしています。ピンクとブルーの見本を作りましたけれども、真っ白でもいいと思います。色はお好みで塗ってください。はい、このようにできました。そして次はバラの花をつけていきます。速乾ボンドの方がすぐついて便利だと思います。そしてこのバラの配置ですけれども、片側に寄せてこう流れるような感じで配置していますけれども、これもお好みで両サイドに、2つに分けてもいいし、バラを全体的にこうパラパラパラっと散りばめてもいいし、本当にこう好きなように自由にバラの花を貼っていってください。そしてキットの中には7つバラの花が入っています。ボンドをつけて、そして貼っていきます。ポイントとしては下の方に大きめの花を持ってきた方がバランスが取れると思います。
そしてこの後に、バラのお花の、バラのお花にもちょっとこうぼかしを入れていきます。同じブルーで、ちょっとこう中心にブルーを入れてこう統一感を出していきます。もうすぐ出るのでちょっと待っててくださいね。はい、このようにできました。そしてまたここも薄くブルーをこう真ん中にかけていきます。お好みなのでここ真っ白がいい人はこの作業がなくてもいいと思います。薄くブルーをかけて、この後にまた、ファッションビーズをかけていきます。そうするとこう、雪のようなイメージでこうホワイトクリスマスっていう感じにぴったりなんじゃないかと思います。バラのお花の中心に少しボンドを塗っていって、そして下のこう土台になっているパールの部分にもちょっとこうボンドをつけて、ファッションビーズ、このキラキラのビーズがちょっとこう下の方にもつくようになる、散らしていくようになるとちょっとこう全体的に統一感が出て素敵に仕上がると思います。ボンドをつけて、このようにようじで丁寧につけていってください。そしてまた再びファッションビーズが出てきますね。こう下に受ける器、もうちょっと大きい方がこう散らばらなくていいと思います。このようにキラキラの粒をかけて、余分なものを払って、そして乾くのを待ってください。で、こんな感じでできました。そして次にアレンジしていきます。紙粘土をあらかじめこうボンドを置いてから、押し込んでいくんですけれども、あんまりギュッて押し込むとちょっと割れてしまいますので、ここは優しく紙粘土をちょっとこう押し込んでいってください。そして先ほどワイヤリングした葉っぱを切って、ここはちょっと手が入らなくなってくるので、ピンセットでこんな風に刺していきます。そして、丸いボックスがついてるんですけれども、プレゼントにしたい時とか、その丸いボックスに入れてそのまんま送れると思います。そして贈り物にするときは、この時にボンドをつけてアレンジした方が固定できていいと思います。で、今はこう差し直しができるのでちょっとボンドつけてないんですけれども、プレゼントなどにするときには、このワイヤーの部分にボンドをつけて固定して、差し上げてください。ピンセットでこんな風に周りの方にこんな風に入れていきます。そしてこのふわふわの羽もテーピングして入ってますのでご安心ください。真ん中にふわふわっと羽を入れてください。はい、そしてもう一本葉っぱを入れて、そしてトナカイは固定しないでいろいろこう動かして、飾った方がちょっとこうその日の気分で動かせるので楽しいと思います。一応ここに固定しないでふわっと乗せておきます。そして最後にちょっと忘れてたんですけれども、バラのお花の間にち
ちゃいふわふわの羽もつけていきます。お好きな位置にこれはつけていいと思います。ちょっとこう羽が入るとちょっとこうグレードが上がって、素敵になると思います。完成です。はい、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございます。ミンネのお店スノードロップの方で手作りキット販売しておりますのでよろしくお願いいたします。また見に来てくださいね。ありがとうございました。